人へ次人へ次または人へつなぎとは、ロープや紐の端と端をつなぎ合わせる結び方の一つ。木結び、食行結びとも言う。英語ではシートベンドというが、工述するダブルシートベンドと区別するためにシングルシートベンドということもある。旧石器時代の漁網には一重継ぎによって編み込まれたものがあり、その頃からこの結びが使われていたと考えられる。 結び方一重次は以下のようにして結ぶ。片方の端に曲がりを作る。もう片方の端を先ほどの曲がりの下から通し、曲がりの端の側から出す。2で出した端を1の曲がりの下に通す。そのまま端を2で曲がりに通した部分の下を通して引き出す。両端が結び目の同じ側に来るようにする。これは1本のロープで結べば、もやい結びになる。 メディアを再生するウィーバーアットクイーンストリートミルデモンストレーティング、a t i ー g A v e S Not n 必要であれば最後の部分を引き解けにしておくこともできる。一重継ぎされた魚網を一重継ぎは太さの異なるロープの連結に用いることができる。その際は太い方のロープを曲がりにして結ぶようにする。ただし現代では素材や構造の多様さから単純に太い。 遅いでは通用しない組み合わせがあり、ロープによっては著しく強度が落ちることがある。ロープに滑りにくい、天然繊維を用いた時代が長かったため、問題なかったが、現在では通用しなくなってきた結びの一つとなっている。強度は結ばれていない、ロープの半分前後まで落ちるというデータが多い。二重次一重次において、曲がりに一重の薪を加える部分を二重にすると、 二重継ぎとなる。一重継ぎよりも高い信頼性が求められる時や、太さの異なるロープを連結するとき、またロープが濡れている時などに用いる。英語では、ダブルシートベンドという。ありがとうございます。